しちゃダメな動きなのかというか、はい、良くないものなのかっていうのがちょっと疑問に思いまして。なるほど、はい、まあ、そうですね、まあ、そういうの出てきますよね、やっぱり。うん、はい、まずアームローテーションってのは何かっていうと、まあ、簡単に言ってしまうと手打ちですよ。おいい手打ちって言った方がいいかな。いい手打ち、悪い手打ちってあるんで、はい、まあ、僕はするんでます。でアームローテーションも一応手打ちにはなります。まあ、昔の動画でも上げてるんですけど、アームローテーションっていうのは、まあ、動きだけでこう割合で話すなら、腕の動きが7割とかっていうのを占めて、回転の動き、体の動きっていうのがまあ3割とか4割みたいな、っていうのがアームローテーション、まあ、手打ちタイプっていう感じです。でボディーターンっていうのはそれが逆です。イメージはもう体の方がもう7割6割8割占めてて、残りの数割が、まあ、手とっていう感じの動きになります。だ決して手を使ってないわけでもないんですけど、で手打ちが悪なのかっていう話なんですけど、はい、悪じゃないんですよ別に、はい、僕は再現性がボディーターンの方が高いと思ってます。基本的にやはりこう物理的なお話で、このクラブヘッド、クラブフェイスっていうのはこういう開閉を行うよりもこのまま打った方が面変わらないですよね。なんでこのままターンして打った方が毎回毎回同じとこ飛びやすいわけです。はいはいはい、再現性が高いですよね。例えばやっぱりアームローテーション手打ちっていうのは、これってやっぱりこうフェースの開閉が入りやすいんですよ。このようにフェースの開閉が入るってことはぴったし合わせなんですよね。少しでも体止まって、例えば追い越しちゃったら引っ掛けるし、ちょっと間に合わんければ開くし、うん、っていう風になってくるんで、やっぱ再現性が低い。はい、ただ基本的にスクールに通ってない人そうですし、ガリレって人はもうほとんどがアームローテーションで打ってるので、それをいきなり変えるって難しいじゃないですか、はい、特にそれ何十年もやってたら。そういう人は僕スクールでももうアームローテーション特化させて教えます。わざわざそこから作り変えてそっちに持っていく必要がないんで、もう根本から変えるとかっていう方は直しますけど、ちょっとこれよりも上手くなりたいんだよねとか、センサーが欲しいのよってなった時はアームローテーションに特化したお話するんで、ただアームローテーションは悪じゃないよと、はい、いったお話ですね。